眼科医の平松です。今日はドライアイと緑内障の関係についてお話ししようと思います。まあ、これいただいた質問でも、ドライアイの時、乾いてる時って結構視野の欠けが鮮明になるんですけどっていう質問をいただいていて、これおっしゃる通りです。研究とかでもあって、ドライアイがひどい状態で視野検査すると視野の結果悪くなります。一方でドライアイがある方で検査前に目薬してから視野検査するとまあまあ結果良くなるんですよ。そんな変わっちゃうの？だって緑内障って神経のもんじゃないの？って思うかもしれないですけど、あくまで視野って、例えば目の乾きとか白内障とか神経とか全部を総合的に見てるんですよ。だからできればドライアイの状態は改善しといた方がいいし、乾くんであれば検査の前に目薬していた方が、緑内障にとっていいです。じゃあ、ドライアイはすべてすべて治療しなきゃいけないかっていうわけじゃなくて、まあ、例えばそれが視野に関連してるであるとか、見づらいであるとか、ゴロゴロするであるとか、そういう場合は、きっちりドライアイの治療をしておくことも大切です。ただ、結局、目薬増えるじゃないですか。緑内障の目薬して、ドライアイの目薬してっていうと、5種類刺さなきゃいけない人とか結構ザラにいるんですよ。させる人はそれで頑張っていただきたいけれども、どうしても辛い場合は、何より優先は緑内障の目薬だって思ってほしいんです。なので、もちろん、緑内障にとってドライアイは重要だけれども、一番は緑内障だってことを思っていただければと思います。患者さんとかでも、やっぱ5種類とかになってくると辛いんでっていう患者さんの場合は、私も、あ、じゃあドライアイの薬はあんま使わないで、緑内障にしましょうねってよく言うんですよ。で、まあ、それでも、やっぱり視野の悪化はある程度食い止まること多いので、あくまで緑内障と思ってください。今日は緑内障とドライアイの関係についてお話ししました。